皆さんこんにちは、わたがしです。今回なんですけれども、さくらたかとらさんが柴田さんを訴える件について、私自身が思うことをですね、本音を動画で話したいと思います。で、こういった動画をアップするとですね、また一定数の方が、これ前回もあったんですけれども、お前再生数稼ぎのためにやってんじゃねえよとか、あと他人批判するの良くないよみたいな感じで言われることが少数あるんですけれども、はい、まあ、本音ということで言わせていただきますが、まあ、確かに再生数稼ぎっていうのはちょっぴりあります。ありますけれども、今回は正直ね、動画にするつもりって一切なかったわけなんですよね。なんですけれども、この動画の一個前の動画のコメント欄とか、あとツイッターの方でですね、さくらたかとらさんが柴田さんを訴える件について、わたがしさんが思うことを教えてくださいとか、わたがしさんの意見を動画にしてくださったら嬉しいですというね、感じで言われましたので、じゃあ動画にするかということで、そこら辺はですね、踏まえた上で最後まで聞いていただきましたら幸いでございます。はい、というわけでですね、まあ、今回のこの件に関して、柴田さんを訴える件に関して、多分知らない方も少数いらっしゃるんじゃないかなと思いますので、まあ、そこら辺の説明も兼ねていろいろとお話ししていけたらなと思います。はい。で、私が思う見解から、じゃあ先に言ってしまいましょうか。もう結論から言ってしまいます。これに関してはですね、まあ、柴田さんのファンの方、もしくは、さくらたかとらさんのファンの方には申し訳ないんですけれども、私はですね、ただの茶番だなっていうふうに思いました。はい。ぶっちゃけお互い様、どっちも悪いよねっていうふうに思いました。はい。まあ、これから説明していくんですけれども、まずね、ことの発端は、さくらたかとらさんなんですよね。自粛期間中にもかかわらず、パチンコ屋さんに行って、寝台を撮影して、でそれを YouTube に動画投稿したということで、多くの方は自宅で待機していたと、パチンコも我慢して、コロナを移したくないから、コロナにかかりたくないからパチンコ屋さんに行かずに自宅で待機していたのにもかかわらず、さくらたかとらさんは何も気にしないで、ホールに行って、東京の方のねホールに行って撮影をして、それで動画を投稿してお金を稼いでいたことに対して、多くの方から反感を買ってしまったということでですね、まあ、そういったことがあったわけなんですね。はい。で、さくらたかとらさんは5月の12日に、更新された動画で、タイトルが何でしたっけね、柴田を訴えるみたいな感じだったと思います。結構迫力のあるタイトルで、まあ見た方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあそこにですね、私もまあ見てみたんですけれども、文字がめちゃくちゃ書いてあったんですね。文字がスクロールするみたいな、昔よくあった動画が、流れたわけなんですけれども、そこにですね、毎日実践動画を届けなければならないという間違った使命感で、迷惑をかけてしまい、申し訳ないっていう風にさくらたかとらさんが、まあ、書いてあったわけなんですけれども、これって本当にそう思ってるのっていう風に私は思ってしまいました。さくらたかとらさんのファンの方、申し訳ないんですけれども、はい、思ってしまいました。だってツイッターとかでその自粛期間中にね、いろいろ意見言ってくれた人に対して、自粛中うっざとか、黙って再生ボタン押しとけみたいな感じで言っていて、まあ視聴者を一人間として見ていない発言がただ見受けられたわけじゃないですか。で、その中でですね、なんか使命感があって投稿していて申し訳ないっていう気持ちが本当にあるのかなっていうふうに思ってしまったわけなんですよね。はい。で、多くの方が先ほども言った通りね、自粛期間中にパチンコ屋さんに行って動画投稿やめた方がいいよみたいな意見をさくらたかとらさんに言っていたのにもかかわらず、その忠告を無視してね、無視し続けた挙句、自分に害があるアカウントだったりとか、YouTube のコメントっていうのを全部ブロックして、そのまま実践動画を投稿し続けたから、まあちょっと炎上してしまったみたいな感じになりました。はい。で、一方、柴田さんなんですけれども、さくらたかとらさんに対して批判動画を4つほど上げたわけなんですね。で、まあ、今はね、非公開にしている部分が何個かあるので、実質、まあ、2個ぐらいしかないかもしれないんですけれども、その中にはですね、登録者数や再生数を購入したみたいな、感じで言っているものだったりとか、さくらたかとらの潰し方っていう動画もアップしていたわけなんですね。はい。で、これはさくらたかとらさん曰くデマであって、それを真実であるかのように喋ったから、もうこれは訴えるしかないなということで裁判沙汰になったということですね。で、さくらたかとらさんは、盗撮行為を煽る投稿だったりとか、殺害予告まで来る事態となってしまったということでですね、まあ、これはもうやばいということで、柴田を訴えるみたいな感じになってしまったという経緯があります。はい。これを聞いて皆さんどう思いましたかね？私はもう先ほど言った通りですね、これはもう茶番でしょうと、お互い悪いよねっていうふうに思ったんですけれども、皆さんの意見をコメント欄の方で教えてくださるとありがたいです。はい。
で、私個人の意見を言わせていただくとですね、さくらたかとらさんもですね、やはりその今までツイッター上でボロクソにね、発言していた部分がたくさんあったわけじゃないですか。それはね、皆さんも、この動画を見てる方の中で見たことがある方いらっしゃると思うんですけれども、そういった発言をするということは、まあ、間違いなく裏があるよねっていうことなんですよ。はい。この自粛期間中に動画を投稿し続けて、アンチもめちゃくちゃ増えたわけじゃないですか。で、そのアンチを味方につけるためとか、あと自分自身の株を取り戻すため、自分自身の株を上げるために、1個前の動画か何かで、10万円寄付した動画あったじゃないですか。まあ、1個前じゃないか。かなり前の動画で、10万円ね、さくらたかとらさん寄付した動画アップしてたと思うんですけれども、そういったことで自分の株を上げたりとか、今回の柴田さんを訴えて、勝訴したら、損害賠償金をコロナ対策の支援団体へ全て寄付するみたいな発言もしていたんですけれども、これ自体も、するかどうかわからないし、といった感じで、めちゃくちゃ闇が深い部分はあるんですけれども、はい。まあ、さくらたかとらさんのファンの方、申し訳ございません。まあ、そんな感じで私は思ってしまいました。今までのね、ツイッターの発言とか見る限り、勝訴してもコロナのね、支援団体へ寄付することは私はないかなっていうふうに思ってしまいました。はい。で、もうここまで来るとね、ちょっとまあ、なんて言って意味もないんですけれども、お互いね、再生数を稼ぐために話し合って手を組んだ可能性まであるわけじゃないですか。まあ、柴田さんは今まで通り他人を批判して再生数を稼いでお金を稼いでいるわけであって、さくらたかとらさんも今回ね、柴田を訴えるみたいな感じで一気に、さくらたかとらさんの株が上がったと思うし、多くの方がね、まだ信者化したと思うし、まあもう再生数も稼げたし、お互いがウィンウィンの関係になったと思うんですよね。はい。まあ、ここら辺に関しては本人たちじゃないので、なんて言ってみもないんですけれども、まあ、そういったビジネス目的でお互いやってる可能性もあるということを、私は思いました。はい。てか、さくらたかとらさんって、まあ、私、昔から動画見てるわけじゃないので分からないんですけれども、その借金キャラとかだったんじゃないんですかね。分かる方はコメント欄で教えてほしいんですけれども、はい。なんか、そんな感じで聞いたかもしれないんですけれども、まあ、借金キャラだったとしたら、ちょっとね、10万円寄付する時点でちょっとおかしいかなっていうふうに思うし、あとなんか、勝訴したお金をすべてね、コロナの支援団体、コロナ対策の支援団体へ寄付するっていうのはちょっとおかしいかなっていうふうに思うということでですね、まあ、いろいろな考察ができてしまうわけなんですけれども、はい。まあ、私自身はこれは茶番だなっていう風にお互いめちゃくちゃ悪いよねっていう風に思ってしまいました。なのでまあね、裁判自体起こすかどうかもわからないし、なんか民事や刑事の訴訟でもしね勝訴したら最大数千万円もらえる、弁護士さんにも言われたみたいな感じでさくらたかとらさん言っていたんですけれども、私はですね名誉毀損と侮辱罪だけでは数千万円もらえることは無理なんじゃないかなって思います。いけても数十万数百万ぐらいだと思います。まあ殺害予告があったとはいえ、そこまでね、大きい金額いくとは限らないし、まずね柴田さん本人から殺害予告を受けたわけじゃないですから、まあ直接関与していたわけではないということで、なんか裁判で勝っても数千万円もらえるということは無理に等しいんじゃないかなと思いますので、はい、まあここら辺に関してはもう茶番でやっているんじゃないかなというふうに私は思いました。はい、柴田さんのファンの方、それからさくらたかとらさんのファンの方には申し訳ないんですけれども、私はそういうふうに思いました。皆さんはどういうふうに思っているのかっていうのをコメント欄で教えてくださると、私もね、すべて読ませていただきますので、はい、よろしくお願いします。まあそんな感じですかね。まあ、柴田さんも、あれですよね、いつものごとく、他人を批判して、再生数を稼いで、ちょっと炎上して、まあ、お金を稼いでいるっていう部分もあるので、今まで通りかなといった感じです。柴田さんもね、昔何回も裁判沙汰になったことあるわけじゃないですか。で、それを何回も乗り越えてきたし、まあ、今回のやつも簡単に乗り切るんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、お金を稼ぐことに命がけでやってる柴田さんもね、いらっしゃるということで、まあ、お互いを応援しつつ、まあ、さくらたかとらさんもこれからね、クリーンになっていくと思いますから、はい、まあ、お互いを応援して、みんなで楽しく YouTube 動画だったりとかパチンコの動画とか見ていただけましたら、私自身は嬉しいなっていうふうに思います。はい、まあ、そんな感じで、終わりたいと思うんですけれども、今回の動画も参考になりましたら、ぜひとも最後にグッドボタンよろしくお願いします。で、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もしていってください。あと私は LINE アットもやっておりますので、パチンコの勝ち方だったり投資の始め方だったり副業の稼ぎ方について配信しておりますので、友達追加がまだの方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらから友達追加のほどよろしくお願いします。そんな感じで今回の動画は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。